つて学校は戦場だった。ひたすら破壊に走る生徒たちに体当たりでぶつかる一人の教師がいた。ラグビー元全日本の山上修司、新任体育教師としてこの学校に赴任してきた。お前らがやっとるのはラグビーやない。ラグビーの基本精神、ワンフォールオールフォーワンをどう考えとるんだ。英語がわかりません。ラガーマンっていうのは歪んだボールの扱いがうまいや。うちの生徒たちはラグビーのあの変態な形をしたボールに似てると思わんか。同じ高校生に112点も取られたんやぞ。お前ら悔しないんか。悔しい。私はラグビー部を変えてみてます。ラグビーで生徒らに生きがいを与えてやってください。俺が小さい、どこへ出せんかい。我慢した後の流した汗って気持ちええもんやな。はい、絶対に勝てる。お前らならできるぞ。思い通りに楽しんでこい。その不満ラグビーにぶつけろ。その闘争心ボールに注ぎ込む。お前らかっこいいぞ。かっこいいぞ。スクールウォーズ、ヒーロー。